皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。先週末ですね、第6回現象の晩餐会を福岡で開催しました。現象の晩餐会っていうのは、まあ、完全招待制の、食事会で、僕がですね、大体10人、福岡だと、9人、東京だと11人、今呼んでますね。大体僕含めて10人から12人みたいな規模感でですね、レンタルキッチンに集まります。で、参加者同士は、まあ、すでに顔見知りの方もいたり、始めた方もいたり、存在は知ってるけど会ったことがない方がいたりっていう、ちょっとなんかその辺バランス見ながら、僕が10人ご招待させていただいて、その集まった10人で、その場でですね、じゃあ今日何作るかっていうのを話し合って、そしてレシピ考えて、買い出しに行って、作って、食べて片付けるっていう、この一連の流れを、その、よくわからない関係性の10人でやると。で、その中でですね、まあ本当コミュニケーションの多元性みたいなものを楽しんでいくというような食事会になってます。で、この現象の晩餐会ですね、今回第6回目は、朝はすごい大雨で雷も鳴ってるような、どうなるかなと思ったんですけど、午後にはですね、まあ雨も止んで、集合の時にはですね、まあそんな感じで、まあ集まれたというところ。で、今回の参加メンバーは、過去、参加経験者が3名、そして初参加の方6名という感じで、割とですね、初参加の方多めで実施しました。で、何作るかって話してる時に、今回はですね、小麦アレルギーの方がいてですね、そういうのもちょっと今までにないパターンだったかなと。そのアレルギー、結構その小麦なので結構制約が出てくるという中で、いろいろアイデアを出して、これだったら作れるんじゃないかとか、こういう小麦の代わりにこれを入れればいけるんじゃないかとかっていうふうに、アイデアを出しながらその制約の中でやっていくっていう展開も、個人的にはですね、すごい良かったというか、面白かったですね。なんか何でも作れる、何でも食べたいみたいな気持ちで来てた方からすると、少しその制約が、まあ、どう感じたかわからないですけども、まあ、会の趣旨としてはコミュニケーション多元性を楽しむというところで、なんというか好きなものを食べようみたいな会ではないですから、その制約の中でもみんなでコミュニケーション取りながら、どうしたら、まあ、より良いものが作れるのかっていうふうにコミットしていくっていうのはね、すごく良かったですね。で、結果パエリア、煮込みハンバーグ、ポトフ、サラダみたいな感じで、結構洋風のね、料理を作っていったというところでした。で、毎回言ってますけど、これメンバーが違うとですね、全然違った様相になると面白いですね。やってることはさっき説明したみたいな一連の流れなんですけども、それを変えたりはしていないと。基本的には時間配分、タイムスケジュールみたいなものも変えてないし、まあ、場所もですね、福岡はここ、東京はここって感じで、会場も変えたりしてません。変わっているのは本当に人だけという状況で、まあ、季節とかはありますけども、まあその人が変わっているという状況の中で、かなりね、様子が変わってくると。で、今回の特徴としては、意思決定したくない人とか、意思決定できるけどちょっとしないようにこう意識してるとか、まあ、っていうのは、その浮かないようにとか、 もしくは、みんなでみたいなところで気を使ってとかっていうことで、意思決定しない方向に全体が動いていったっていうのが特徴だったかなと思いました。過去の回だと、その仕切る人がいないと進まないよねっていうところで、意識的にですね、その全体を統括するような感じで振る舞う方もいたし、あとはこれは必要だからやるっていう感じで、どんどんですね、
自分の守備範囲の中で決定していくみたいな人もいたし、それで言うと今回は一つ一つをですね、これって何に使うやつでしたっけとか、これやっていいんですっけみたいな感じで、なんか承認を得るような感じというか、確認をしていくような感じっていうのがかなり特徴的だったかなというふうに思います。で、本当これ一長一短だなと思って、まあ心遣いとしてはすごくね、いいなと思った反面、確認が増えていくのでめちゃくちゃ時間が押しましたね。4時15分に開始して、タイムスケジュールで言うと7時からですね、食事、食べるっていう時間設定だったんですけど、今回は過去最大に押して8時前ぐらいから食べ始めたのかなっていう感じでした。時間が押した回で言うと、前回の東京もですね、7時半ぐらいからの食事になったんですが、まあ、それを超えてですね、8時前からの食事になったと。実際これ片付け開始が9時とか9時過ぎからなんで、もうほんと1時間ちょっとしか食事する時間がないというような感じになったんですね。で、これポイントというか、押さえておかないといけないところが、僕が全然その辺の、なんだろう、タイムキープとかもしない、基本的にはその参加者の皆さんで連携しながら全部進めていただくというような感じしてるんで、あ、これ時間やばいなとか思っても僕は何も言わないというスタンスでですね、仕切らないスタンスで関わっております。黒子のようにですね、思い出担当で写真ばっかり撮ってるというような感じなんですが、まあ、とにかく今回はその意思決定をする雰囲気ではなかったので、全体それぞれの人たちがですね、なのでタイムキープをするっていうようなこともあまりやる人がいなかったっていう感じですかね。で、時間を意識してる人はいたと思うんですよ。あ、これ結構押してるなみたいな、これやばいんじゃないかなとか思ってる人はいたと思うんですが、あえてあんまりもう7時ですよとか、これ時間やばいですよとかってことを全体に促す方っていうのはいなくて、結果ですね、まあ、押していったのかなというふうに思ってます。で、料理はね、もう本当相変わらずというか全6回とも美味しくて、これはもう本当ね、すごいですね。別に料理をできる人を意識して集めてるわけではないんですけど、結果として、まあ、料理できる方が中心となってですね、美味しい料理ができているというのは本当すごいことだなと思ってますね。ハズレがないです。で、まあ、美味しく食べることができました。で、8時ぐらいから食べたということもあって、今回初めて起こった現象としては、9時ぐらい、もうでは食べ始めて1時間ぐらいで、明らかに全員というか大多数の人が疲れているってやつですね。まあ、露骨に眠いと言っている人もいたし、疲労感がすごい出てましたね。この作業時間がやっぱり伸びてしまう弊害っていうのを今回感じましたね。全然8時から食べるとか僕としては OK なんですけども、やっぱ4時から作業してますんで、7時が限界、まあ遅くてもどんだけ伸ばしても7時半かなっていうのは今回思いました。それ以上伸びてくると、もう食べてる時にもうしんどいってなってくるというね、これは初めて見た光景でしたね。結構疲れている感じが見て取れました。まあ、楽しくなさそうというよりは本当疲れているという感じでしたかね。で、まあ、9時過ぎてみんなで片付けをして終了という回でした。まあ、この全体の空気みたいなものが出来上がっていくのがやっぱり面白いですね。参加者全員によって決して意思決定できない人たちが集まっていたとかいうふうには思っていなくて、ガンガンできる人もいたと思うんですが、しない方がいいかなとか、しないでおこうと思わせる空気感みたいなことが発生して、確認するようなチームとなったというようなのは、やっぱこの10人が集まって10人でできてくる、コミュニケーションというところでの結果というところでですね、今回にしか現れない現象みたいなものをですね、体験させていただいたというところですごく面白かったです。まあ、やるたびにですね、この人間が集団になって何かプロジェクトをやると、そのプロジェクトの中でどのように振る舞っていくのかみたいなことが
人によってね全然変わってくるんだな、チームによって全然変わってくるんだなみたいなことが見えて面白かったです。こういったね、人間が織りなす現象みたいなことをですね、一緒に体験したい方、そのコミュニケーションの多元性みたいなことを、肌で感じたい方はですね、ぜひ概要欄にある現象の晩餐会招待待ちリストにご登録いただけたらと思います。その登録者様を中心にですね、晩餐会ご招待させていただいておりますので、ぜひ招待待ちリストにご登録いただけると嬉しいです。本日は以上です。番組のご意見ご感想はハッシュタグ現象のラジオをつけて X でポストしていただくか、 Spotify のコメント欄よりメッセージをいただけると継続の励みになります。また現象の活動を応援してくださる方は概要欄にあるリンクより現象の LINE 公式アカウントをお友達登録していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。